はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日はですね、カシス、これをね、飲んでみようと思います。以前ですね、ほろ酔い15種類飲み比べ全部混ぜるっていう動画にね、コメントもらいまして、金井さどしさんですね、カシオレ美味しいですよねと、ぜひカシスリキュールでカシオレ作って飲んでみてほしいと、無茶ぶりですいませんと。全然無茶ぶりじゃないです。僕ね、これコメントもらった日に即日速攻買いに行きました。ただ動画のね、ストックが30本あるんで、公開お届けするまでにね、タイムラグがあること、ちょっとここはですね、お許しください。こういう動画はですね、大体ですね、なんかバーテンダーがね、作る本格的カクテルとか、結構ね、プロっぽい人がやってることが多いんですよ。僕ね、ど素人なんでね、よく分かってないんですよ。なんとなくですね、冷やすもんじゃないんだろうなと思ってね、これ冷やしてません。多分ね、合ってると思うんですけど、ちょっとね、まずはね、ロックで飲んでみようと思います。カルピスみたいな気がするんですよね、原液っていうか。うわ、匂い濃いな。これロックで飲むもんですか？それもね、僕知らないんですけども、これ自体はですね、酒屋に行ったらカシスリキュールが3、4種類売ってまして、いっちゃいいのどれですかって店員さんに聞いたらね、これですって言われて、ね、買ってきました。確かにね、これが一番高かったんですけども、この量でですね、お値段多分1300円、1200円ぐらいでしたね。安かったですね。なんとなくね、氷入れて飲むもんだと思ってるんで、氷も買ってます。ちょっとロックで飲んでみましょう。濃い。あ、やっぱそっか、カルピスみたいな感じだな、多分。濃いなー。うまい。でもうまい。ロックで飲むもんじゃないんだろうな、多分な。まあ、味が濃いすぎるわ。よし。でもね、美味しいね。ちょっと足しまして、なんとなく調べました。これね、アップルジュース、リンゴジュースで割るのもあるんかなと思ったらね、存在するんですね。まずはリクエスト通りですね、カシスオレンジ作ってみたいと思います。これ果汁 100% のジュースです。美味しそう。まあ、サクッと入れまして、ちょっとカシス濃いめでいいかね。色綺麗ですね、このグラデーションっていうか、いいですね。ジュース多すぎたかな。すごい色。こんな色なんだ。混ぜました。よし、リクエスト無茶ぶりありがとうございます。じゃあカシスオレンジいただきます。乾杯。うまっ、うまっ。アルコール何パー？ 20%。 高っ。あー、うまっ。うまい。ちょっとね、混ざりますけど、このままここに入れまして、今度リンゴジュースで飲んでみたいと思います。これ20%か、高いな。こんなもんかな。分量もね、分かんないんですよね。よしと。最高。うわ、これまた色とか雰囲気変わりますね。リンゴジュースね、好きなんですよ。美味しいですよね。色はこっちの方が好きかな。オッケー。わー、匂いはリンゴジュース。なんでしょうね、これカシスアップルですかね。いただきます。乾杯。あー、リンゴジュースだね。普通にカシスっぽさがないね。
ースだね。めっちゃ飲みやすい。うわー、リンゴジュース好きな人はね、好きじゃないかな。これはね、リンゴジュースですね。で、最後に多分ね、これにこれ入れるとカシスソーダになるんだと思ってるんですけど、飲んでみたいと思います。よし、こんなもんか。ちょっと入れすぎたか。こんなもんだろう。いや、買った。いよいしょ、いよいしょ、かってえなこれ。こいつがですね、炭酸がね、すごいんすよ、泡が。僕この間ね、やったんすよ、あのキンキンに凍ったジョッキにウィルキンソン、これ入れて飲むやつ。今日は全然そうでもない。これだけで入れたらね、すごかったんすよ。ちょっとね、またね、やろうと思ってるんすよね。ここにフォーカスした動画を撮ってちょっとね、お届けしたいんすよね。さっきから泡がすごいね。おそらくこれがカシスソーダだと思うんですけど、いただきます。乾杯。なんかちょっと味が薄いかな。おりゃおりゃ、こんなもんか。飲み直し、乾杯。うまい。あー、うまい。うまっ。アルコールね、20% なんですけど、なんかね、ほんとジュース飲んでる感じでね、酔わないっすね。色めっちゃ綺麗、紫最高、もう大好き。うまいわこれ。うわ、ちょっとこの2つの時にちょっとね、少なかったかもしれないですね、もしかしたら。この感じ、今のこの感じは味がちょうどいいですね。うわ、マジでうまいわ。ちょっと酔ってきたかな。あんまね、なんか酔っ払わないですね。濃い、濃いすぎた。入れすぎた。これね、残ってもしゃあないんでね、全部飲んじゃいましょう。いや、やっぱ酔っ払いますね。ちょっと濃いめ。こんなもん入れすぎ？それが分かんないんですよね。音がすごい。やっぱこの炭酸すごいわ。あんま混ざってない感じがするんですよね。まだ半分あるじゃん。これ全部飲もうと思ったらさ、あと何杯、あともう2杯飲みすぎだな、酔っ払うなこれ。ちょっと酔ってきましたね。面白いな。うわ、うまっ。おいしい。よし、この辺にしておきましょう。はい、これは別にね、残しといてもいいんだけど、これだけはね、なんか全部飲み切った方がいいような気がしてるんで、ちびちびね、飲んでいこうと思います。とりあえずですね、今回分かったことが、これ自体を買いに行ったら1,200〜1,300円だったんで、結構ね、安かったなと思ってて、中でもね、これがね、カシスのあのなんか代表っていうか、おすすめのやつらしいんでね、よかったらね、買ってみてください。で、ロックですよ。もうカルピスの原液みたいな感じだったんで、結構飲むこともないと思うんですけど、ロックで飲んだその味の濃さはね、びっくりしました。
で、どれもうまいんですけど、僕リンゴはね初めてやってみたんで、これはこれでね、ほんと初体験、不思議な感じがありましたね。よかったらねやってみてください。はい、じゃあね、残りチビチビ飲んでいきます。それでですね、リクエストですよ。金井さとしさん、本当にねありがとうございました。無茶ぶりでも何でもないんでね、どんどんまたねコメントいただければと思います。よかったらね、次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ちょっと酔ってきた。